人々がいじめをやめて、今後のオリンピックで同じような思いをするアスリートが出てこないことを願っている。ボクシング女子 66kg 級のイマネケリフは、金メダルを獲得後の記者会見で明確に、被害を訴えた。頂点に立ったものの、日本では、性別騒動の当事者として話題となった25歳。アルジェリア出身のボクサーに何が起きていたのか パリゴリンを現地で取材した記者が、スポーツ界を揺るがした騒動の点末を詳しく伝える。全2回の1回目、公平へ、村の少年のパンチを避けた、イマネケリフのルーツ。現在25歳のイマネケリフは、母国アルジェリアを中心に熱狂的な支持を得ているボクサーだ。ユニセフの親善大使も務め、インスタグラムのフォロワー数は218万人を超える。 これは日本で図抜けた人気を誇るボクサー井上直也、約143万人、は遥かに凌駕する。アルジェリア北西部のティアレト県の農村で育ったケリフ。ユニセフのホームページでは幼少期がこう紹介されている。村の少年たちは、女の子には向かないとされていたサッカーで活躍する彼女に脅威を感じ、喧嘩を仕掛けてきました。 皮肉なことに彼らのパンチを避ける能力が彼女をボクシングの道へと導いたのですリオゴリンを見て、大舞台でリングに立つことへの憧れが大きくなった。強くなりたい。ボクシングをするには週1回、10キロメートル離れた隣の村までバスに乗る必要があった。だが、サハラ砂漠で溶接工として働く父親は女の子がボクシングをすることに反対。 交通費を稼ぐため、ケリフは自らの手で金属のスクラップを売り、母親はクスクスを売った。16歳から本格的にボクシングを始め、国を代表する実力をつけて世界選手権に出場。2018年の世界選手権は17位、2019年は33位。世界の中で最初から強い存在ではなかった。 東京五輪ではアルジェリアの女子ボクサーとして初めてオリンピックのリングに立つも準々決勝で敗れ、パリ五輪でのリベンジを誓う。パリに向けて覚悟を新たに2022年の世界選手権では銀メダルを獲得。さらに強くなるため、2023年2月からはアッサン・エンダムを育てたことでも知られるキューバ出身のナハクラクペドロディアスの教えを受けるようになった。